というわけで12年ぶりに思いっきりすっ転んでしまった金子です。本当、この場をお借りしまして、あの迷惑をかけてしまった友人には改めて感謝と謝罪をしたいと思います。それと同時に、まあ運が良かったというか、他人様を傷つけたりとか他人様の財産を壊したりしなかったことは不幸中の幸いだと思っております。で、体の方は、膝の擦過傷、今現在治している最中で、まあ、ほとんど問題はないんですけれども、ちょっとまだ乾いてないんで、曲げ伸ばしするとヒリヒリするっていう感じです。で、今回の本題、バイクの状況はどうなってるのかということで、動画を上げてみたいと思います。動画ではまあそこそこあの派手にスリップしているような感じはしますが、もう前半で言っときます。あの大したことありません。軽傷です。立ちこけみたいな傷しかありません。ちょっと予想外です。前回土下で突っ転んだ時には修理に20万以上かかってますが、今回は1万円かかりゃ1万円もかかんないかなっていう、本当に些細な傷のオンパレードでございます。まあ具体的にちょっと見ていきたいと思います。はい。一番目立つ傷はこちら、ジェネレーターカバーのところの擦り傷ですね。そんなに深くもありません。本当に擦った立ちこけ程度のみたいな擦り傷で済んでいます。びっくりです。で、今は直してはありますけれども、転倒直後はこちらの、チェンジレバーが、こちらエンジン側の方に折れ曲がっておりましたんで、まあ、あの友人の家で曲げ戻してはあります。で、その時の見えますでしょうか、ここに、曲がったレバーがぶち当たった傷がこちらにあります。現在も一応曲げ戻してはいるんですが、レバーがまだちょっと上を向いております。ただあんまりあの力を入れて戻してしまうと根元の溶接部分が割れてしまう恐れもありますんで、まあそこら辺はちょっと考えどころではあります。転倒した際、左に曲がってる最中に転んだので、こういう形ですね。こういうハンドルを切った状態で転倒してますので、転倒当時はこちらのレバーがこう接触してさらに曲がってこちらに食い込む形で、見えますでしょうか。グリップが裂けております。ここにレバーが当たっております。レバーに関してはもう、事故当日に、ナップスに行って純正品を購入して、持ち帰る前にこうあの交換をしてありますので、まあこれはもう綺麗なままです。あとは本当に細かい擦り傷程度です。例えばミラーのところのここがちょっと擦れてるとか、あとはフェンダーのこの部分ですね、ここの部分にちょっと傷があります。それとここの擦り傷ですね、ここにこの1センチ幅ちょっとぐらいの擦り傷、それとこちらウインカー、パッと見全然問題はないんですけれども、下の方はもうささくれております。ここら辺からですかね。下から覗けるかな、うまく映ればいいんですけれども、ここら辺が、ザラザラになっております。転倒当時はここが衝撃、ここの、ウェッジ球が衝撃で、切れておりまして、それも走行時にちょっと問題があったので、交換して、持って帰りました。こんなもんなんです。実に
継承というか、これは私もちょっと意外というかびっくりしております。あとはまあフロントにこういう状態でこう力がかかってるんで、フロントのフォーク周りに力が溜まってないかどうかがありますので、一回各ネジを緩めてみて、また再組み付けをしてみたいなと思ってます。ちなみになんとなくなんですけど、こちらのクランプがこういう方向にずれてるような感じはします。で、今後なんですけれども、ここはさすがにちょっと、研磨して、綺麗にしたいなと思っております。で、その際にこれを外して、研磨した方がいいのか、それともこの状態でガーッと削って包丁を濁すだけでいいのかっていうのは、考えていきたいと思っています。では、まず最初はハンドルのクランプの、ボルトの解放をしていきたいと思います。乗ってみてハンドルの向きに違和感がなければいいんですけどね。ではフロントの再締結を始めたいと思います。まあ、とりあえずは締めてるボルトを一回緩めていきたいと思います。
よいしょ。トリプルツリーに関してはロアだけ緩めます。よいしょ。よしと、この状態で少しサスを動かしておきます。これであとはまた締め付けるだけです。これ本当にアクセル緩めなくてもよかったかな。まあいっか。よし、まずはこちらのアクセルの、ピンチボルトは20ニュートン。あ、よいしょ。よし。で、ロアの、クランプのところは28ニュートン。
よし、こちら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 とやって、あとはフェンダーを締めるだけです。フェンダーはちょっとトルクレンズとか入らないんで、手トルクで締め付けたいと思います。まあ、とりあえずこれで、もし歪む方向に力が加わってたとしたら、力が解放されて歪みが取れてるんではないかと勝手に想像しております。今後なんですけれども、やはりジェネレーターカバーの傷を、直していきたいと思います。実はジェネレーターカバーを外して研磨加工ができるようにガスケットは注文してあります。注文、ウェビックさんで注文をして、14日頃に発送されるというようなメールが来てたと思いますので、ガスケットが来次第、外して研磨作業をしようかなと今考えております。修復作業は少しずつちょこちょことやっていきたいと思いますので、まあそのために動画を上げようと思います。もしよろしければご視聴の方よろしくお願いいたします。では。